今日はね、仲良しの岡崎かっちゃんが僕になんかとても珍しいものをプレゼントしてくれるっていうので今ワクワクしながら待ってます。こんにちは。ありがとうございます。これは生もんだね。生もんです。ちょっと特別な。そうですか。珍しい。かなり珍しいと思います。タコだとかイカだとか、はいはい、そういうのは僕はあんまり珍しくないです。あ、そうですよね、うん、タコとかイカよりもだいぶ南のものです。あ、本当？だいぶ南です。だいぶ南。これより南はないと思います。何かというとですね、すごい、南極の氷です。え、南極の氷？はい。すごいね。これ僕の友人の自衛官の方が、はい、送ってくださるんですよ。うん。で、要は自衛官の方の任務で、うん、南極の氷を取ってくるっていう任務があるんですが、そのよく南極の氷ってパチパチ音がするイメージあるじゃないですか。うんうんうん、あれって深く1万年とかの昔の氷を持ってこないとならないんですって。うんうん、一番ね、一番ね、うん、なのでそれをわざわざ自衛官の方々が掘削をして、で持ってくるので絶対買えないです。買えないです。1万年です。これです。うわ、すごいね。パッと見は氷ですけどね、うんでもこれはその南極の自衛官の人がその、はい、そうわざわざ取ってきて、あ、これありがたいね。いや、ありがとうございます。じゃあこれをこうグラスに入れて、はい、何でもいい、ウイスキーでもいいですし、何かお水とかでも結構ですけど、入れるとパチパチパチっとして。本当嬉しいです。はい、1個やっていい？どうぞ、やってください。1個やってみますね。もったいないけど、じゃあちょっとちっちゃい氷にしますかね。その1万年前のおいいですね。お、いいです。絵になりますね。すごい綺麗。これわかる？富士山だ。富士山の上に1万年前の南極の氷が入りました。これに水を入れます。綺麗だね、なんか。これ今日ちょっと天気が悪いからあれだけど、天気がいい時だったら綺麗だよね。綺麗でしょうね。結晶がなんかすごい綺麗。見てるだけでなんかパワーが。ちょっと耳を近づけて見ていただくと。あ、本当だ。ミフィンピシピシピシって音がする。あ、かわいい。音がね、聞こえないかな。ピンピッピッピンピッピッピってなんか語ってくれるような感じです。じゃあいただきます。1万年前だいや、かっちゃんも、あ、いただきます。特別だよ。あ、そうか、かっちゃんも来てたねいただきます。でも小さな音でね、聞こえるよね。1万年前ですね。1万年前だありがとうございます。これはね、1万年前ですよ素晴らしい。カチ、ありがとう。はい、ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。最高です。さあ、なんかパワーアップしたような感じがします。1万年前のですね、その1万年前って言ったらすごいよ。1000年前の10倍だもんねすごいことだよね。すごいですね、うん、ジュラシックパーク、あの頃かな。そういうレベルですよね、うん、なんとかジェラキだったな。なんとかジェラキだね。この氷ですよ。本当、かっちゃん、ありがとう。いや、こちらこそ、ありがとうございます。で、今日はですね、岡崎かっちゃんからですね、本当にもう本当に珍しいプレゼントをいただきましたということで、お返しにこれから一緒に食事に行きます